はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、ボンゴ編。この動画では、ボンゴのアクセントについて解説していきます。はい、パーカッションにおけるアクセントとは何かというと、それは相対的に目立つ音、相対的に強い音です。で、目立つ音そのものをアクセントと言ったりもしますし、音にアクセントをつける、つけないというような言い方をしたりします。で、アクセントがついていない場合は、ノンアクセントと言います。で、ボンゴを演奏する上で、このアクセント、つけるつけないというのはめちゃくちゃ重要になってきます。なぜかというと、アクセントとノンアクセント差がない状態というのはですね。まあ、こういう感じなんですね。タタ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 と、限りなく平坦な感じなんですけども、これにアクセントをつけると、まあ、こういう感じですね。音の強弱。メリハリとも言えると思うんですけども、山と谷を作ってあげることによって、リズムにですね、流れを作ってあげることができます。はい、では、ボンゴにおけるアクセントとノンアクセントの叩き分けというのをやってみましょう。で、まずは前回やった基本の叩き方からやってみます。基本のポジションに構えて、腕を軽く持ち上げて、落とす。これをアクセントとします。基本の音ってアクセントだったのって思うかもしれないんですけれども、アクセントっていうのはあくまで相対、比較の話なので、これよりもですね、他の音が小さければ、この基本音はアクセントになります。で、反対にノンアクセントの方ですね。ノンアクセントはですね、もう限りなく小さな音。こういう音を出していきます。アクセントの時と叩き方や指が当たる位置は全く同じで大丈夫です。この腕の振り幅だけを調整します。で、目安としてはノンアクセントの時は振り幅をですね、だいたい打面から5センチぐらい。で、基本のポジションでですね、指の第二関節まで入れてると思うんですけども、まあだいたい第二関節ぐらいですね、打面から。第二関節ぐらいの高さ。まあ本当に軽く振り上げるぐらい。で、トン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 と。軽く指を当ててあげる感じです。で、ノンアクセントの時も、叩いた後は、打面に指は触れません。こう、指をつけてしまうと、やっぱり音が詰まってしまうので、ノンアクセントの時でも、叩き終わったら、指は浮かせている。まあ、一回跳ね返って、もうその状態で浮かせている状態ですね。指の腹で叩く場合も全く同様です。この振り幅だけ、変えますね。だいたい打面から5センチぐらいの高さ。で、軽くトントントンと叩いてあげる。で、叩き終わった後は打面に指をつけたままにしない。こう浮かせた状態ですね。では続きまして、アクセントとノンアクセントを交互に叩いていきます。まずは右手からです。こんな感じです。はい、アクセントの時は腕をしっかり持ち上げて落とす。ノンアクセントの時は振り幅を小さくして軽く落とす。これを交互にやっていきます。一緒にやってみましょう。ワン、ツー、せーの。で、アクセントはアクセント、ノンアクセントはノンアクセントで、それぞれ毎回なるべく同じ音が出るように練習してみてください。で、特にこの腕の振り幅ですね。この腕の振り幅によって、この当たるスピードとエネルギーが変わるので、振り幅変わるとやっぱり出る音も変わってきちゃいます。ので、アクセントの時とノンアクセントの時っていうですね、
この振り幅を自分の中でだいたいこの辺かなっていうのを定めて、毎回ですね、その高さで叩けるように練習してみてください。では今度は左手で同じことをやってみます。ワン、ツー、せーの。参考までに指の腹で叩く場合もやってみます。ワン、ツー、せーの。右手と左手それぞれ叩けるようになりましたら、今度は右左右左交互に叩いていきます。右から始めて1、2、3、4の4打を一つの周期にします。で、まずは1、2、3、4 1、2、3、4 1打目1だけアクセント、2、3、4はノンアクセントで叩いてみましょう。こんな感じです。1、2、せーの。1の時だけ腕を持ち上げて落としてあげる。2、3、4はノンアクセントなので軽く当てるだけ。で、左手も右手もですね、なるべく音量が整うように調整してみてください。じゃあ一緒にしばらく叩いてみましょう。1、2、せーの。では次は1、2、3、4の4をアクセントにします。つまり1、2、3、4、左手ですね。しばらくやってみてください。次は1と4をアクセントにしてみましょう。つまり右のアクセントと左のアクセントが1回ずつありますね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。はい、します。1、2、3、4、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 1。はい、実はもうこれだけで立派なリズムパターンです。ゆっくりだとちょっと分かりづらいんですけども、できる人はだんだんとテンポを速くしていって、こういう感じですね。で、指の腹で叩くと、もうこれは十分にですね、曲の中で使えるリズムパターンになります。はい、では最後にもう少し複雑なのをやって終わりたいと思います。まず、最初の1、2、3、4は1と4にアクセント。1、2、3、4。で、次の1、2、3、4はですね、こっちを叩きます。1。で、2、3、4。こちら4だけアクセント。つまり流れでやると、1、2、3、4。はい、いかがでしょうか。この低い方をですね、叩くことによって、あれその後アクセントつけるんだっけつけないんだっけってこんがらかるかもしれないんですけれども、実際に
やってることはそこまで難しくないので、一個一個ですね、ゆっくり確認すれば必ずわかるはずなので、できる速さでやってみてください。で、このようにアクセントをつけるつけないと、低い音、高い音を叩き分けることによって、リズムのバリエーションっていうのをつけていきます。で、今回はですね、アクセントに集中してやったんですけれども、次回以降はですね、この具体的にリズムパターンをどういう風に作っていくのかっていうのをやっていきますので、今回やったアクセントつけるつけないっていうのですね、確実に叩けるように練習してみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションに関する有益情報やレッスンなどを配信してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。で、レッスンに関する質問などありましたらですね、お気軽にコメントをください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。